おはようございます。ナッシュメラです。というわけでですね、セブンナイツについに登場してきました、最後の思考、リンですね、ついに登場してきましたね。このキャラがですね、まあ、なかなか強いということで、早速ですね、今回はガチャを引いていきたいと思います。それでですね、今回はちょっと前までやっていたイベントでもらえたキャラガチャ券がね、それなりにありますので、それを引き終わって、11連を引いていく感じでいきたいと思います。今回のね、思考のリンも最初の1枚までは非常に確率が上がっていますので、出やすいという仕様になってますね。まあ、個人的な見解ですと、おそらく最初の1枚は通常確率の10倍ではないかと思っております。さてでは、早速参りましょう。で今回はですね、リンが全体で3枚出るまで引きたいと思います。果たして何個使うことになるのか非常に怖いところですが、まあ一応2枚目以降も2倍ということで、それなりには出やすくなってるはずですね。では、キャラガチャ券を使っていきます。実は単発を引くこと自体があまりなかったので、今回が初めてかもしれないですね。こんな感じで出るんですね。グッピー。まあ通常のガチャとキャラガチャ券のガチャの確率が同じかどうかは、まあ意外にわからないところで、案外、その、悪いのが出やすい可能性もありますね。まあ、グッピーと今のね、まあ、シロップ。でも、本当に出てないんで、キャラガチャ券は意外に期待できないのかな？今のところ、獣人しか出ないですね。まあ、通常のガチャだと、2分の1ぐらいは、星4以上が出るので、まあ、今のところはちょっと悪い感じですね。リンリンではないですね。リンが欲しいんで。まあ。リンリンとリンね、確かに被ってますね。ウンリー。モンスター率高いですね。このキャラガチャ券は。カリン。カリンもまあ実質外れ枠ですよね。星さんから出るキャラは、それほど当たりとは言えないです。航空軍。あれ？これ本当に悪いですね。キャラガチャ券は悪い説が結構浮上してきました。残り6枚。ロール。そして、バロン。これは、同じじゃなさそうですな、さすがに。さすがにこんな出ないっていうのも、まあ、偏りがあるんで何とも言えないですけども、ミミ、ようやくこれで2体目です。16分の2。これは悪いですね。で、カロン。一応、でもカロンも、外れ枠ですからね。最後は？またクーパー。これは、キャラガチャ券は期待できない説が生まれてきました。はい。では、こっから、11連ガチャで、いきたいと思います。最初の1枚は、比較的早めに出てくれると思いますが、問題はね、それ以降ということですね。まあ比較的一発つぼもあり得るのではないかと思ってますが、とりあえず金の枚数が6枚と、なかなかいい感じですね。さあ行きましょうか。もやれ。もやればおそらくもう、リンでしょう。勝利。キャティ。はい。もやらないね。ハウルの動く城。ダメか。エスパーダ。エスパーダもね、貫突しちゃってますので、もういらないですね。ルーシー。では、20連目参ります。現状ですと、諸葛亮とかがまだ足らないし、まあ、この前、情報修正されたアリエルも、あと4枚ぐらい欲しいですかね。さあ、どうでしょうか。サードだ。もやらない。ベラ。はい。アリエルはまあ、これで1枚増えまして、38になりましたかね。雲竜。勝威。勝威もう2枚目か。勝威はでもあんまり使わないですよね。おお、理性。理性は、レイドで非常に使えるキャラで、初めて出ました。
前回のね、2分の1の、11連でもユージの方が出てしまったので、意外に縁がなかったですね。ユージばっかこの前の SP ボードガチャでも出たので、ユージだけは36まで行っちゃってるんですね。お、まだ燃やらない。どうだ？お、あー、来ましたね。これがおそらくリンでしょう。さ、紙を見ればもうこれは一発で。あー、見たことないですね。はい、ありがとうございます。とりあえずこれで1枚目は無事獲得ということで、おそらくここからが闇が深くなってくるのではないかと思いますが、どうでしょうかね。まあ、一応2倍ということで、まあ、思考がね、エースと、リョフと、そして、孫悟空がいますから、まあ、思考の中では実質5分の2という確率になりそうですね、40%。ここからは 40% を引く旅が始まります。まあ、テオは結構出にくい、旧思考。そして、セブンナイツもね、かなり出にくいので、もうやったらおそらく思考である確率は高いと思いますね。さて、ここから、では闇に入っていきたいと思います。40連目。はい、6枚。まあ、比較的安定した金率といった感じですね。まあ、この辺でね、すぐもやってくれると非常にありがたいんですが、消去。エレニア。エレニアが2枚出てます。ルーク。ジョーカー。サラ。あんま良くないですな。これは、比較的外れ枠が多かったですね。何気に、ルークが初めてという、ちょっと意外な展開があるんですけれども。まあ、いずれね、ルークも大量に獲得してしまうことでしょう。さて、50連目ですね。ラクーン。ベラ。ジュフィー。D、ジン、よくないですな。これはもう典型的見入りなしの11連でしたね。まあ、比較的新しいキャラがね、足らないので、そういうところがやっぱり出ていただきたいところですね。ベリカ、ベリカももうね、十分でしょう。アーカン、ベラ。おっと、琥珀。初めてです。初めてですが、おお、ユージ。比較的新しめが今回出てくれてます。チャンスだ。ユージ38になりました。まあ、琥珀はでも、実質ね、育てるほどでは実はない能力だとは思います。他で意外にね、代用が効いてしまうキャラではありますね。デイジー、ユリ、グッピー、今回のリンが、バフがね、アラゴンとフーエンと同じタイプだったので、魔法力を上げるキャラではなかったということで、単純にノコとかね、デイジーが相方になる可能性は出てきましたね。おー、白書。白書も初めてです。まあ、白書もね、魔法キャラの中では、バフ解除ができる貴重なキャラではありますね。まあ、今回のリンとは非常に相性がいいかと思います。カン。アーカン。いやー、くれよね。さて、早々ともう90連目となってまいりました。まあ、自力ではまだね、燃やれていないという状況ですね。確率アップの分しか引けてませんので、なかなかね、厳しいですね。さあ、どうだ？アーロン。これは、悪いですな。うわー、獣人だらけの、この、金カード。おぉ、うわ、ひどい。これはひどい。カロン。中央もカロンと。なんとも、悲しい結果ですね。さあ、100連。100連目。出てほしいね。もう、もやってほしい。100連目ですよ。ない。チンタオ。チンタオも意外に使いどころがない。クロップ。ノックス。アラゴン。アラゴン。これは、厳しいですね、ここの20連は。さあ、110連目。
まあちょっとね、あの回数が増えるに従って徐々に巻いていこうかと思います。おっと、理性は2枚目。まあ、理性はね、結構欲しいです。レイド強化というのは非常にこのゲームにおいては重要なカテゴリーなので。あー、白章2枚目ですね。意外に白章も結構取れちゃいそうですね。あ、一回整理します。はい、整理が終わりました。というわけで120連目から再開したいと思います。いかんせんこのゲームはボックスが非常にきついんで、なるべくここのね、修正を早くしてほしいところですね。ビンビン。なかなかもやらないですな。来ない。さあどうだ。来ない。ブラックローズ。いやー、ユージか。ユージこれでもう40になりましたね。ユージの貫突も、もう、わずかです。130連目。さあ、もうそろそろ、エヴァン。エヴァンが並んで、ルーシー。スニッパー。もやれない男ですな。ほら、本当に。厳しいな。エヴァンが3も出てるし。さて、次は140連目ですね。140連でまだ自力で燃やれていないというこの厳しさを今味わっております。来ない。スニッパー。はい、エリニア。カン、カンをね、最近あまりね使わなくなっちゃいましたからね。150連目。お、これはどうでしょう。そろそろ来てもいいんじゃないでしょうかと思うんですが、エレン、エルニア。ん？貝。貝が対象の位置に出て、ゆい。めい。貝、ゆい、めい。そして鳳凰が来て、リート。渋いな。渋いですな。さあ、どうでしょう。ちょっと意外にハマっちゃってますね。うん、理由。ある。カン、ベラ、セイン、リナと、恐ろしいことになってきました。さて、170連目です。ん？これは、どうでしょう。さすがに期待していいのではないでしょうか。ラニア。ラニアもこれで、もう、金カード、貫突ですね。エルニア。ルーシー。エルニア。うわ、来ないのか。いやー、金多いのにな。180連目になっちゃいましたね。ちょっと想定外のハマりをしてします。あ、ちょっと画面の位置が出ちゃったので、修正したいと思います。さて、そろそろお願いしたい。どうだ。ほう。理性。あ、あ、やっと来た。これで来てくれよ、リン。頼むよ。あげます。あー、エースですか。エースを狙いか。あ、諸葛亮は嬉しいけど。いやー、ここまで引っ張って違うのが出るあたり。この、ちょっと運のなさを見せてしまいましたね。エースはねー、残念。まあ、気を取り直していきましょう。次は、あ、整理してきます。はい、では、改めて190連目から参りたいと思います。今のところはかなりのちょっと爆死しております。確定分しか出てないですからね。いやー、枚数もこの、寂しい感じになってまいりました。はい。あー、さすがにね、2連続はないですよね。さあ、記念すべき200回目。どうでしょう。はい、もうやらない。ラクーン。あ、竹松、ようやく出ましたか。何気に初めてで、レイドで、ぜひとも欲しかった。
キャラですね。これでだいぶレイドが強くなったと思います。さあ210連目、うわー寂しいね。3枚っていうのはちょっとなかなかね。ここあーまた竹松出ましたね。そしておーっとようやくジークがこれで金カード貫突、最後の1枚が出ました。そして220連目、うー辛い辛い、この枚数。うわー、しかもレオとデリックっていう、なんの悲しみしかないです。230連目、なんか金カードが少ないですね。それでもね、もやってくれれば非常にいいんですけども。ココエリン、これよ、どうもすごい爆死してますね。これはおーっと理性、まあ理性はまだ欲しいのでいいでしょう。おっと整理します。さてでは240連目に参りたいと思います。なかなか渋いですね。おっと金が2枚と、しかも悲しい状態ですね。これは辛い。ああ諸葛亮はでもねまだ足らないので非常にありがたいです。250連目、どうしちゃったんでしょうか。これはもうこのまま一度に開くでガシガシいっちゃいますか。もう巻いていきましょうか。260円目。かなりちょっと今、不調状態なので、一度に開くを対応していきたい気分になってますが。おー、諸葛亮。諸葛亮いいぞ。ユージ。ユージももうこれでリーチですね。いやー、しかし厳しい。本当にこれは、闇が深い。さて次はもう270連目です。なんか、この厳しい戦いが思ったよりさらに厳しくなっております。挑戦、なんか挑戦が一瞬凛に見えて、おこれはお願いしたい。もういいでしょう。うわーなんと両夫ですか。本当ですか。この引き弱ぶりは一体何なんでしょうか。もう一度に開いていきましょう。わかりました。私が、おー孫悟空だ。何かがおかしい。これは辛すぎます。撃ってきます。さてでは、気を取り直して290連目。いきます。思考の1を他のキャラが全部出ましたね。さ。あ、来ましたー。ようやく2枚目、290連で2枚目ですよ。なんだかんだで、呂布から3連発で燃やってますね。まあそれまでがあまりに燃やらなかったんで、だいぶちょっと帳尻をね、合わせには来てる感じがありますが、とりあえずこれであと1枚を狙っていきたいと思います。さて、一気に引けるようにね、経験値のキャラを打って改めていきたいと思います。これ310連目ですね。さっきのリンが出たのが300連目でした。さあもうガシガシいきますよ。こい竹松挑戦、はい。320連目、あと1枚がどこで出るかです。いけ、さあこい、あエースに戻っちゃいました。なんかでも、もやり率が急に高くなってきましたね。まあ非常にそれはありがたいんですが、まあ、やはりね、セブンナイツとテオはね、出ないですよね。さあ、330連目。ゴー来ない。さあ、340連目。テオとかに比べてやっぱね、思考は出やすい感じがありますよね。おっと、ユージがこれで貫突。350連目。燃やれ。買う？アリス？360連目。もうここから早いですよ。2枚。まあ、これはちょっと厳しいかな。ミンミンとビクトリア。370連目。まあ、だいぶちょっとね、もやりを使ってしまったんで、またハマっちゃう可能性もありますね。はい。あー、白鳥ね。白鳥がこれまだ2枚目なのかな？ 380 連目。
はい、シンメトリーから竹松挑戦、390連目会長にルビーを使っております。さあどうでしょう。ラニアから、はい、あ、アリエルは久々になんか出ましたね。さあもう400連いきましたね。まだ400連で実質1枚は厳しいです。はい、来ないね。410連。そして金も十分にある。どうだ、アリエルとリセ。さてでは420連目、もやってくれ。2枚では厳しいか。さてユージはもうこれでもう1枚余りましたかね。430連目。430ってなかなかすごいですな。はあ、拍手で、ね、拍手もだいぶ伸びてきましたね。440連目。そろそろ決めてくれ。どこだ、ああまだ来ない。いやー、もやらない。450連目。これもやってもね、他の思考が出る確率がちょっと高いですからね、そこは厳しいですよね。あー来たー、ようやく来たー。460連で2枚、そんな感じでございます。なかなか厳しかったです。最初の確定含めて3枚という感じでした。つらい。はい、というわけですね、今回はリンが登場ということで、ガチャをがっつり引いてみましたが、こんな感じの出現率でした。多分もう少し出やすいとは思うんですけれども、まあどうなんでしょうかね。思考というのはそもそもやっぱ出にくいので、まあ、ハマるのが非常に怖いですよね。またね、新しく強いキャラがですね、出てきましたら引いていこうと思います。今回はご視聴ありがとうございました。